崖のルキナ最強、自分のスタイルも崖っぷちと、なんでそこで言ったんだ。ちょ、終わり気で言えばいいんだよか。ここだ。はぁ、吸いすぎたらヘビースモーカーかよ。三角の逆言えば耐える。まれ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 っす。スマブラ SP が発売、早1年ともう1年、2年ってよかったな。早2年様々なキャラのアップデートがあり、初期と多く環境を断り、弱いキャラが強かったりと、まあ、いろんなことありましたよ。しかし、なんてこと、まさかこの体がウォールマリアのルキナさん、オンライン勝率最下位と、あの先ほど言ったルキナさん、そしてこのまま崖に持ってって、崖にぶつけられなかったバキで死んでいく MP バキバキ、ハンマーバキ。なんとこれルキナさんですよ。困ったらルキナ、一戦の時もルキナ。ドラえもんみたいなもんですよね。もう強いって言われてるからアップデート許可どころか直されて、もうルキナフですよ、こいつはもう。パワールですからね。で、これ崖に当てちゃうと。全然当たんねえや。で、向いてもしちゃうと。全然当たんねえ。何をしてんだ、僕は。もうね、皆さんはルキナと向き合うことありますか？皆さんは。僕ははっきり言おう。ルキナというキャラが好きだ、僕はね。しっかりと、向き合って。もう一度ルキナと向き合って、ルキナ再建しましょう。このままだと、スナベラ終わってしまう。この相手の勇者とかね。これ勇者とか最近、横綱早すぎないか、ドハ出るまで。着地付きゼロじゃん、あいつ。これね、勇者とか最近なんか、まあ、大会優勝したりね、なんだかんだ話題になってますよ。ルキナとか、もうルキナの話題を見たことがない、僕は。なんで、こんなにもね、いい体とか言い方は変ですけど、こういい性能をして、素晴らしいのに。だから今ここでもう一度ルキナの、みんなに見せとかないとね、もうこれ今回ルキナスポットライト当てるってことですよね。スモールライト当てたせいで、まあ胸がこんなになってしまったわけないんですけど、別に。崖でこれジャンプ読んでると。ちょんこれがルキナだ！対戦相手を奥歯みたいな形をしてくるキャプテンファルコン、親知らず生えてきそうですね。困ってそうです。僕はまあ親の苦労知らずですけど。はだけに。なぜこんなね、なんでこんなルキナに対してちょっと強いですね。これ、恐怖じゃない、あれ覚えて強いな。危ない、持ってくる、ギリギリ持ってくる、さすが。復帰強い。はい、ルキナ強いポイント1。復帰が強いと。これ、なかなか枯れません。なぜこのルキナに対してこれ熱いかって、何その、下今日振ってくるような形。本当に、今のさ、魚じゃん、俺も。下今日振れようって言って下今日振られたんだけど、そんなことあるかい。なんかなんでこんな勝率最下位のこいつになんか構ってるかって、まあ、最下位ってのもあるけど、まあ、純粋にルキナが好きだと。そして、まあ、ウルフとか、まあ、そういうね、こういうキャラ。いや、まさか下京。いや、そこでさ、いや、読まれると思わないの、その下京振るのって。ジュジャンプでしょ。何二回目はやられたとこ。なんか、ウルフとかさ、こう、飛ぶ、まさか、飛んだ、何その歩き。何その、ちょっと歩くの。新しい、その、なんか、檻みたいなやめてくれないそれ。なんか、ウルフとかさ、この、ルキナとかって、なんか、最強だったのに弱体化されたじゃん。その、こいつらがさ、この子、なんか、最強部族、この辺のやつだって、なんか、一生もしかしたら、強化されることないんじゃないかって。僕、それに、もう懸念感じている。僕はそれを懸念している。キンクルとかさ、クソ伸びしろあるじゃん。おっさげんそれ。なんでその歩くの、やめろよそれ。何そのちょっととことか歩くの、ハム太郎かお前ら。何その、ここで、うわ、反射できなかったお前、悪くないだろ。神はくれたのだ、私に。このうちにこの勇者、流行りの勇者を倒すチャンスを。最近大会優勝して流行ってる勇者に対してこのルキナ。こちらは何もねされない。しかし、崖替えまで10秒で運んで1ストック取っていく。はい、ルキナの強いところ1個目。復帰阻止がこれまず最強。そんな技。ルキナだけの復帰、これ即死コンボあるんですよ。見てください、これ。ルキナ悪くないんだよな。俺が悪い。でもそれで、秩序保ってんだよな。ヒロアカのデクだってさ、100% 力出さないからさ、あれ漫画として成り立ってるわけだよ、あれな。でも俺が100%出してしまったら、このスナベル破壊されちまうから、これリザードンはでかいから、まあラッキーだった、これ。でかいキャラは1枚、ルキナとかやっぱでかいから、ダメだよ、それは。やっぱこれってこうやって使うもんだから、使い方、俺が使う、なんだ一つ、なんで上手すぎないか、賢しだね、それね。IQ250 万ぐらいあるけど、上様の両方対応してるかできなかった。なんか、ポケモンユナイトとかでゲーム配信されるじゃないか、あれ。あれ難しいっしょ、多分。なんか、ゲーム的にはさ、リーグオブレジェンドみたいな、そういう多分、感じのタイプは取っちゃった。運命を変えます。はい。ルキナの弱いという運命も変えてしまった。ルキナは最強プレイヤーと。なんか、毎回さ、シーソー出るたびにさ、ポセイドンって言いながら投げるじゃん。なんでこいつ、海の神なの、こいつは。ポセイドン、不思議そうって言ってる気がするんだけど、それ気のせいなんか。だから、リーグオブレジェンドみたいなさ、陣取りゲームじゃん。俺、あれできないからさ、なんか、脳して、うわー、ぐわーみたいな。スプラトゥーンとかマリオカードしかできん俺には絶対無理なのゲームなんだよな、あれは。後ろ投げからの、はい、空母絶対来ると思った。後ろ投げ空母やから、後ろ投げ空母しかしないから、リザードンゲームはね。リザードンゲームってあの、リザードン取られて、うわ、取られたー、しかも強いやつ。しかしこれ逆に、崖に。うおゆっくりだから崖から降りないということが真理に気づいてしまった。着々と戦闘力を溶かすルキナ。しかし、あのね、わかる、試合に負けて勝負に負けたるんだよ。だから別に勝った、あの、負けじゃないの。その自分として、まあ、いかにだよ。よくあるじゃん、なんかさ、あのさ、結果が全てだって言うけどさ、例えばだよ。例えば、なんかあの、例えば出てこないから、まあ、例えばだよな。だからそういうことなんですよ。だから、ルキナだって、で勝とうと思えば勝てるけど、そういうことじゃないんだよね。ルキナが、
まあ、例えば適当になんかスマッシュで当たっちゃったみたいな、そういうのって別に勝ちじゃないわけだ。適当にスマッシュだって勝ったならさ、その適当にスマッシュって俺からだけじゃん。じゃなくて、こうやってコンボつなげて、これルキナ強み、何なんか弱速が2回したんだけど俺すごくない別に今のは意図してなかったんだけどさ、なんか適当、なんか JK みたいな、なんか適当にやっちゃったみたいな、そういう感じじゃなくて、今自分狙って勝つことの勝負が大事なわけなんですよ、やっぱり。なんかさ、やっぱ JK も最近あれでしょ、そういえばなんかあの、なんだっけ、あれあの、なんだっけ、あの、スタバのなんか47都道府県みたいなの出たよ、そういえばね。あれすごいよね。ちなみにうちの地域コンクリートでした。はい。コンクリートが出てきたんで、マジびっくりしましたけど。まあそういうことで、横スマ長すぎ。横スマ長すぎ、ちょっとピカチュウだから調子ってない、これ、ね。これ勝ったら、ルキナがね、もしね、なんか、すごいなんかあの、見直されたら僕、感無量空所になっちゃうんですけど。はい、ルキナ、マーベコンが強い。やってなかったな、マーベコン。なんかルキナの強さたるゆえんの一つとして復帰すると、シュイン避けられる。この上昇と急降下の連続、はい、避けてしまった。これも強い。この略下が、略下っちゃったなんか略下性みたいな。落下があんまり速くないってことも、まあ、ルキナの強いところの一つだよな。できなかった。なんで割れたかな。でもこれ知らないでしょ。なんだなんだ横スマかな、なまあまあまあないんだ。生きてる理由なんて死にたくないだけで十分だから。死にたくないと思ってれば、それ上手くない？え、スマホって目指されんの？初めていいことした。運命変えちゃおっかな。最後にどこまで行こうかな。よしよしよし。よかった。新宿で止まって。寝過ごすとこあったわ。もう少しで。もう少し行ったら、行くとこあったけど、ギリギリ、はい。バオ危なかった。ちょっと、メトを決めて。マックスでさ、形あるものいつか壊れるじゃん。そういうことじゃないんだよね。はい、ちょっと待って。なんでこの赤い棒のせいで、よし、1ストしっかり奪っていく。あと、1ストック。うわ、ここの、もうちょっと初めて僕のサイズ感と見合うようになってしまった。ちょっとドリアみたいなこと言っちゃってしまった。めっちゃサイズ感一緒。ちっちゃくなったルキアとでかくなったピカチュウは一緒。これ覚えててください。いつか絶対に出ます。おっと、マルワイン！これ長いらしいんで押してなかった。いきます。はい！